今日はかのこちゃん写真の原稿屋さんでアルバイト中なんだって。最近バレリアンが写った写真をいっぱい現像しにやってくるかっこいい男の子がいるの。もしかしてバレリアンファンなのかな。なんか照れちゃう。や、来た。すみません、これできてますか。あ、はい、ちょうど今出来上がりました。こちらの写真で間違いないですか。はい、これで。毎度ありがとうございます。あの、バレリアンお好きなんですか。僕、バレリアン嫌いですよ。だってヘンチクリンで生かさないウサギじゃないですか。ヘンチクリンで生かさないウサギじゃないですか。街にホニャララモンスターが現れたぶ、みんなバレリアンに変身ぶ。私変身しない、もうウサギ姿になりたくないの。え、カナコ何言ってんの。なんかあったな。みんな急ぐぶ。カナコ来ないね。後でちょっと呼び出してみっか。そうだね。遅くなりました。なんか元気ないじゃんか。どうした。この度私バレリアンを辞めることにしました。マジで。多分私みたいな子は普通に恋愛なんかしちゃって楽しく暮らすのが向いてると思う。なんで突然そう思ったわけ。ポッ、あはん、恋か。ポポー。なんだ、彼氏に危ないから辞めろって言われたとかそんな感じ。うわ、彼氏なんてそんな。まだろくに会話さえ弾ませてないのに。は、つまりあれか、その男の子はバレリアンをヘンチクリンなウサギって嫌ってるわけか。そんでバレリアンを辞めたくなったと。うん、あのさ、辞めるとか言う前にそいつに告白してみ。まずそれだね。告白なんてそんな無理だよ。じゃあとりあえずデートに誘う。そうそう、なんかアプローチしなきゃ始まらん。そっか、そうかもしれないね。うん、頑張ってデート申し込んでみようかな。で、そいつってどんなやつ。んとね、身長が高くて足が長くて髪はサラサラ、クールな瞳、そしていつも両手をジーンズのポッケに入れて前のめり気味に急ぎ足。あんな感じ。あ、うわわわ、まさに彼。おお、グッドタイミング。カノコ、デート誘っちゃえ。よし、行け。そんでもって男の子の後をゾロゾロついていくのね、カノコちゃんたち。あれ、ここは確かストレスタンのアジト、有限会社ジミー。一体どういうことかな。ゲゲ、あいつここに入るつもりか。尻からなんか出てる。ただいま。なんてこと。そんな、シュン。ストレス団のボスの変身した姿だったのか。ご愁傷様。許せ。いやいや、それじゃご近所さんに悪いしね。なんで。乙女心を踏みにじったわね。パーチ。びっくりした。何。